破滅と神聖。お迎えできず申し訳ありません。計画の進捗は？うまくいっています。今の世界では計画を実行するのに必要な条件断りの律者があなたを一時的に止めることができたとしても歴史の歩みを止めることはできません。ジャッカルの研究も完全に近づき残りは最後の継承だけです。行動を開始しよう。承知しました。あなたの帰還を歓迎するためにこれを用意いたしました。この伝説の武器こそ人類の未来の開拓者にふさわしいでしょう。
今から僕と共に戦おう。周辺の崩壊獣による災害の発生頻度が増えています。今天球市は完全警戒態勢に入り、全ての機構が都市周辺の防衛線に派遣されています。注意して、私が教えた通りに戦うんだ。キアナ、後ろ。わかった。
片付いた。急いでここを離れよう。あなたの姿をこれ以上目撃されないように。分かってるよ。ハイヘビの情報によると、彼女はずっと天球史にとどまっている。K423は、豪怪獣災害の現場に出現する。実験に影響を与えかねないか心配だ。確かに面倒だ。しかし彼女に気を配る暇はない。孫子は漁師の海から帰還し、行動を開始せよと命令を下した。今優先させるべきことは、天命の邪魔者を排除することだ。奴らは信州に人を派遣した。我々の計画を邪魔させるわけにはいかない。方法ならある。 K423 の行方は天命にとっても重要な意味を持つ。だから奴らに追わせればいい。よかろう。緊急時には天命のために用意したプレゼントを使うといい。きっと驚くはずだ。大主教様、天球史で得た人型ロボットの脳内から情報を分析しました。K423 の詳細な足取りを推測するには不十分ですが、分析結果によると彼女は都市内に留まっていると考えられます。この情報は同時に K423 が現在ヨルムンガンドの監視下にいることをも意味します。この潜伏中のヘビが何を企んでいるか見てみたいね。リタ、君には天球史に戻ってもらいたい。K423 の行方を追い、
捕獲してくれ。今の状況ですと、ヤブをつついてヘビを出すことになるのではないかと心配です。それは心配ない。ビジネスということにしておくよ。天命はあらゆる分野の大企業と業務提携があるからね。そのうちの上条製薬という製薬会社は、世界各地で崩壊災害を受けた都市に無償で医療サービスを提供する援助活動を行っている。彼らの信州に対する援助は天球市が入り口だ。過去の5ヶ月間、天命は定期的にこの会社を通して信州に崩壊エネルギーワクチンと援助物資を提供してきた。今回は君が代表として新しい薬品を天球市に輸送するんだ。上条製薬が把握している医療記録や情報を通じて操作もしやすくなるだろう。かしこまりました。副隊長、上条製薬の担当より通信が入っております。隊員たちは戦場で待機していてください。引き渡しと視察が完了しましたら帰還します。承知しました。工業地帯へようこそ、リータさん。上条製薬信州支部の顧問を務めるキヨラだ。今回は私が共に視察することになった。一番ですよ。ここ一帯は本当に壮観ですね。引き渡しの合間にここの案内をよろしくお願いいたします。ああ、もちろん。さあ、こっちだ。艦長様、お茶などはいかがですか？第二次崩壊が終了した後、上条製近隣からの薬品の輸送を可能にする。工業エリアは天球市の郊外にあるが、ご安心ください。艦長様は私がお守りします。
ここで作った薬品は天球師の他に。ご用でしょうか。御社は偉大なる事業を成し遂げたのです。天命が薬品の材料を提供してくれたお前たちがいなければ、ここのすエジプトチックな建物が多いですね。それはオーナーの好みだ。あそこのピラミッドは工業エリアの管理棟さ。エジプト人の墓を普通の建物のように改造し。独特です。疲れを取るなら休息が一番ですよ。引き渡しもそろそろ終わる頃だと思います。本題に入りましょうか。館長様、お茶などはいかがですか。この度信州に訪れたのは御社の協力を得るためです。御社はこの都市の医療システムと密接な関係があります。そこでここ5ヶ月間の崩壊エネルギー漏洩に関する医療記録を拝見したいのです。医療記録を漏らせと。それはこの件は天球師にメリットしかないことを保証します。この都市は崩壊獣の襲撃により警戒状態にいると存じております。民衆を守る責務を果たすためには多少の規則違反もやむを得ない時がありますでしょう。それに災害の根源を調べることによって未然に防ぐことができるのでしたら、命を救うことにつながるのではありませんか。わかった。データを渡そう。この都市の危険は増していく一方だ。リタさんも身の安全には気をつけるんだな。お気遣いいただきありがとうございます。そういえば最近一人の少女が崩壊獣災害の現場に現れては人を助けていると聞いたが、天命のものじゃないよな。一人の少女ですか。どうやって現れいつ消えたのか誰も知らない。あくまで噂だがな。困難に直面した時、自らの力に頼るよりも助けてくれるヒーローが現れるのを夢見るのが人間というものだ。そのようなヒーローが本当に存在すると私も信じたいものです。
副隊長、上条製薬からもらったデータを全て確認しました。第三小隊のアルビトルさんでしょうか。はい、必須員のアルビトルです。副隊長は天命のバルキリーの名前を全て覚えていると聞きましたが、やはり本当なんですね。副隊長と一緒に戦えるチャンスは滅多にないとみんなが言っていました。副隊長は単独での機密任務が多いですからね。今回一緒に任務へ行けることをみんな楽しみにしていました。副隊長はおやめください。どうぞリタとお呼びください。リタさん、いやダメですよ。そんなに親しく呼んでたらデュランダル隊長の熱い視線を受けることになります。熱い視線ですか。その褒め言葉をそのままデュランダル様にお伝えします。お気遣いなく。話を戻しますが、上条製薬からもらったデータの中にここ5ヶ月全ての崩壊エネルギー漏洩事故に関する医療記録が4000件弱、それぞれ35回の災害事件にファイリングされています。相当の数ですね。その中に K423 に関する手がかりはありませんか。1ヶ月前の記録ですが、南部地域のあるインターチェンジで崩壊銃が大量に出現しました。ある被害者が崩壊銃と戦う少女を見たそうです。診断の結果は心的外傷後ストレス障害となっていますが、それは幻覚ではなく紛れもない目撃情報だと思います。よくできました、アルビトルさん。褒められました。第三小隊では便利屋のような人と評判ですから。それは評判と言えるのでしょうか。他に類似した手がかりはありませんか。ありません。 K423 の特徴を入れて検索をかけてみましたが、何も得られませんでした。つまり彼女は病院のような場所には出現していません。医療記録も買い物をした記録もなく、監視カメラシステムも彼女の姿を捕捉できてません。彼女は隠れ身の術でも使えるのでしょうか。監視カメラを避け一般人に変装することはできます。ただ彼女がまだこの都市にいる限り誰にも目撃されないということはありえません。
彼女の存在を認知し、彼女の姿を捉える者は必ずいます。アルビトルさんがピックアップした記録がそれを証明しています。しかし、そういう細かい情報をインターネットのあちこちから全て集めることとなると、数ヶ月はかかるかもしれません。アルビトルさん、ご存知でしょうか。この都市には情報闇市があり、どんな情報もそこから入手できると聞きます。手がかりはそこで探しましょう。招かれざるお客様ですね。ここがハイヘビの縄張りでしょう。ボーンの機構がまだ自動運転している。これはお掃除しないといけません。今回は騒動にならないといいです。あっ、制限解除。人型ロボット検索モジュール起動。どこから探しましょうか。あの被害者は崩壊獣と戦う少女を見ていました。見つけましたよ、K423。アルビトルさん、
この2ヶ月間で天球市には崩壊獣災害が頻繁に発生したと言いましたね。はい、2ヶ月間で35件も発生しました。全てが天球市の周りに集中していて、そのせいでこの都市は警戒態勢に入っています。まるでこの都市の何かが崩壊獣を引き寄せているようですね。崩壊獣が出現したら、不朽なる刃の隊員が即時に出撃し、現場に到着できるよう天球市の災害警報に注意しておいてください。追跡は中止でしょうか。今まで入手した情報によりますと、 K423 が崩壊獣災害の現場に出現した目撃情報は1件だけではありません。彼女の後ろ姿を撮影した人もいました。災害現場に注目することで K423 を捕獲する機会が訪れるということですね。さすが副隊長。今私たちがすべきことは、辛抱強く次の災害の発生を待つことですね。はあ、ただこの都市で災害を待つのに辛抱強くなる必要はなさそうですね。疲れを取るなら休息が一番ですよ。招かれざるお客様ですね。副隊長、天球パトロールの警報を捕捉しました。北部 D2322 地域にて崩壊獣による災害。隊員を招集して直ちに目標地点に向かう。まだ来た。総員警戒してください。災害現場に到着した後、邪魔してくる崩壊獣だけ倒して。よっ、あここのゾンビたち凶暴になっています。ゾンビの体から赤い光が。まさかあれは成功。成功。とにかくなるべく早く待機位置へと。承知しました。気のせいだったのかな。 K423 の姿を捉えました。総員戦闘準備を。できたよ。前に進もう。審判の時は来た。
これ以上隠れてても意味はないよ。出てくれば。ご無沙汰しております、キアナさん。それとも空の律者とお呼びしましょうか。リタ・ロスバイセ、あんたのことは覚えてるよ。本部の視察官で数ヶ月前にセーフレイヤーの試験で会ったよね。覚えていただいており光栄です。外での流浪の日々はきっと大変だったのでしょう。あなたを天命本部に連れ戻すよう大主教様からご命令をいただきました。行かないよ。ご自身の立場はキアナさんもご理解いただいているはず。この都市がその証明です。キアナさんがここにいてば、ここが頻繁に崩壊獣の襲撃を受けることになります。唯一あなたを助けられるのは天命だけです。実験室に戻って治療を受けていただければ、その力のせいで傷つく人はいなくなります。皆様のためにもなります。何を言われたって答えは同じだよ。わがままですね。狩猟モード起動。審判の時は来た。
の時は来た。リタ、質問があるんだけど。私を捕まえることとこの都市の災害を止めること、どっちのが大事？あなたを捕まえることはこの都市の災害を止めることになります。今の私を捕まえるのはそう簡単なことじゃないよ。それに信じてくれるかわからないけど、崩壊獣がこの都市を襲う原因は私じゃない。その証拠があれば上条製薬が何をするつもりかその目で確認できるはず。それと私はここを出ない。私にとって災害を止めることは逃げることよりも重要なことだから。私を信じることができない立場にいるのはわかるけど、選択する権利はあんたにあるから。注射器の番号を調べましたが、確かにそれは天命から上条製薬に提供したワクチンのものでした。しかし中にある薬剤はすり替えられていました。いえ、正確に言うと改造されていたと言うべきでしょうか。天命が提供したワクチンをベースに人体の崩壊エネルギー耐性を高める活性剤に改造されていました。効果から見るに人体への危害はないようですが。上条製薬。
一体何をするつもりでしょう。リカさん、あと一つ報告したい点があります。ヒョウの作戦中、ゾンビの体に光る模様が浮かんでいたんです。今思い返してみると、あの光る模様はおそらく聖痕だったんじゃないかと。聖痕？アルビトルさん、自分が何を言っているのか分かっていますか？見間違いではありません。もちろんそそかしいってよく言われますが、でもこの件に関しては間違えたりしてません。はあ、もしアルビトルさんが言った点が事実であれば、天球史で今起きていることは私たちが想像しているよりも厄介なことになりますね。聖痕は天命のバルキリーだけが装備できる技術です。それが普通のゾンビに見られたということは、二つの可能性があります。誰かがバルキリーをゾンビにした、あるいは一般人相手に聖痕移植実験が行われた。どちらにせよ、自分の推測を確かめないといけません。リタさん、上条製薬の工業エリアに入るのですか？それは条例違反になりますよ。目的を果たすためには多少の規則違反もやむを得ない時があります。それに今優先すべきことはもう K423 ではありません。招かれざるお客様ですね。疑われていたってことか。
失望したよ。しかし、もともと潰すつもりではなかったのか。必要がなければこんなに早くやるつもりはなかったさ。あの律者の娘を利用して天命にこの災いの種を消してもらうついでに奴らの注意をそらすつもりだったけど、状況が変わっちまった。しかし、こんな状況に陥った時のために準備はしてある。リタが真相に気づいていないのなら真相を見せてやるさ。答えを探そうと集中している時にこそ好きというのは生まれるもんだからな。そのタイミングで私が用意したプレゼントを使うことだ。その効果は絶大だろう。天命のヴァルキリーがもがく声、痛みを耐え抜く力が一般人とどう違うのか。ぜひとも間近で観察してみたい。できれば殺さずに研究対象として私に引き渡してくれ。いざ行動するって時に頭は実験のことばかりか。天命本体が到着する前に必要なデータを揃えないといけないんだぞ。安心しろ。任務が終了したらあんたには新しい戸籍が与えられる。それで遠いところへと逃げればいい。天命はあんたを探し出せないだろう。それでこの都市の人たちは。価値のない物事に同情するな。あんたの同情は人類に与えるべきだ。天命には強い力があるが、個人的な利益を求めて人類を愚弄してきた存在だ。そして彼らに守られていれば世界は安全だと人々は信じ込んでしまった。天命が存在する限り人類は飼いならされた子羊のようにただ庇護を求め続ける。時代はもう違う。孫子はすでに帰ってきた。彼は天命が世界にもたらした概念を一掃してくださる。私たちがすべきことは孫子に導かれて世界を生まれ変わらせることだ。そのような世界でだけあんたとあんたの守りたい人々は安らぎを得られる。始めるとしようか。招かれざるお客様ですね。
データベースを優先的に探します。そうすれば疑問の答えも得られるでしょう。何かあったらいつでも連絡してください、リタさん。私は頼れる便利屋として支援しますから。上条製薬に一体どんな秘密が隠されているのか見てみましょう。ご用でしょうか。製薬の医療援助計画書。第二次崩壊が発生してからこの企業は崩壊の危害を受けた全世界の都市に援助を始めました。第三次崩壊後は極東と新州への支援をするまで拡大されています。この工業エリアもその頃に作られたものです。崩壊エネルギーに感染した市民に無料の特効薬を提供し、崩壊エネルギーの重症患者には無料の臨床治療を提供する。無料無料無料、財力のある慈善家ですね。ただより高いものはありません。時にそれは命で支払うこともありますから。疲れを取るなら休息が一番ですよ。まだ危険から脱していませんよ。していませんよ。かしこまりました。
去崩壊エネルギーワクチン HBA-022 に関する研究。HBA-022 に対する薬物分析報告。これは本部から信州に輸送したワクチンの型番ではありませんか？上条製薬は私たちの配合を分析して悪用しているのでしょうか？注射器に残された改造済みの薬剤を見ると、そういう余計なことをする必要はなさそうですが、 HBA-022 の在庫数を調べてみましょう。在庫はゼロですね。今回運んできた3万近くのワクチンも綺麗に消えたということですか？そこ知れない深淵ですね。ご用でしょうか？ご安心ください。艦長様は私がお守りします。かしこまりました。この先には触れてはならない何か重大なものが隠されているような気がします。もし本当にそんな恐ろしいものが隠されているのでしたら、今かなり危ないんじゃ。情報をつかめる機会はずっとあるわけではありません。アルビトルさん、あなたは獲物が逃げてしまってから銃を撃つのですか？
信頼していただきありがとうございます。ここの構造図には地下層が表記されていませんが、レーダーは地下の深いところで崩壊エネルギー反応を捕捉しています。アルビトルさん、私のいる座標へといつでも支援に駆けつけられるよう、不朽なる刃の隊員に待機命令を伝えてください。私たちが探している秘密はこの付近にあるはずですね。できました。地下層への入り口が見つかりましたね。かわいいワンちゃん、私のために道を開けてください。招かれざるお客様ですね。館長様、お茶などはいた。はあ。お目覚めよ、表層の主よ。
招かれざるお客様ですね。ご用でしょうか。これは、ご無事ですか。心拍数と血圧が上昇しているようですが。館長様、お茶などはいかがですか。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。していませんよ。かしこまりました。人類の血脈の中に残された貴重な遺産だ。精魂は自然進化の産物ではなく、全文明のバイオテクノロジーによる奇跡である。その原理と運用方法は今でも明らかになっておらず、謎が多い。
間文明が消滅する前に彼らは一部の廃止に複雑な崩壊抗体の遺伝子を組み込んだ。それらの遺伝子が人体の表面に印を構築した。それが成功だ。人類はより強い崩壊エネルギー体制と支配力を身に宿し、さまざまな不思議な力を行使することを可能にした。しかし残念なことに、遺伝子の変異と交配を重ねることにより完全だった成功遺伝子は不完全なものとなる。パズルが一度かき乱されてしまえば、模様も本来の意味をなさなくなるように。そのため成功遺伝子自体は誰もが持っているが、天然の成功を発現させるものはごく稀である。天命は成功を人工的に製造し移植することで人工成功を使用しているが、その技術は不完全であり危険性が高く、下手な模倣でしかない。だが全知全能なる蛇のケージに導かれ、我々の研究には飛躍的な進展があった。ヨルムンガンダ、現在人為的干渉で遺伝子に隠された成功の配列を再構築することで成功を完全なものにする方法を確立させた。この過程は非常に難しく、耐えきれない者は死亡しゾンビになることもあり得る。しかし耐えられた者は崩壊の中で生き残る力を手にすることが可能だ。代償はかなり高いが、それを試す価値は十分にある。現在の進捗は予定よりもはるかに遅い。我々は人口密度の高い都市で実験を行い、この都市にいる全ての人に実験を狂っています。私もたまにそう思うよ。
刃、直ちに出撃を。はい。戦場のお掃除を始めさせていただきます。許可も得ずに勝手に人の縄張りに入ってきて機密情報を盗み見るとは、さすが天命。リタさん、ここに興味があるのならゆっくりと見ていくといい。おもてなしの準備には時間が必要だからな。しかし人が何かを得るためには対価が必要だ。そうだろう。お前とお前の部下たちの命を対価に、ここの全てを見せてやる。そんなに高い対価ではないよな。相手が何者なのかお分かりではないようですね。こんなもので天命のバルキリーを倒せる、そうヨルムンガンドが思っているのでしたら同情するしかありません。疲れを取るなら休息が一番ですよ。使われている不朽なる刃、絶体絶命の中でもその実力を発揮できるのか見せてもらおうじゃないか。休息が一番ですよ、ドクン。そういった手段はあなたをより不憫に見せるだけですよ。これは催涙ガスなんかじゃない。 HSN-B46 結成だ。お前ならわかるだろう。生物体内の崩壊エネルギーを急速に低下させ発散させる結成、天命のある科学者の傑作だ。そしてこれはお前たちのために作った特別製。肌に触れるだけで循環器系へと入り、バルキリーを無力な一般人にすることができる。天命が作った武器を天命の人間に使うなんて、なんとも面白い皮肉だろ。
る瞬間。どうしたんだリタ、不朽なる刃の力を私に見せつけるんじゃないのか。さあ紹介しよう。バルキリー殺戮兵器、コードネームデスステ。せいぜい楽しんでくれ。よっ、なる刃、随分と頑丈だな。仲間の心配をする必要はない。公平を期すために全員に同じプレゼントを用意しているからな。仲間が殺されたのにまだ笑えるのか。冷酷なやつだ。あなたが天命の手に落ちた時、あなたをどう処罰するか考えていたのです。できもしないことを語るやつが私は嫌いなんだよ。やれ。ところでキアナ、いつから天球史の災害に裏があると気づいたの？ゾンビを片付けている時、その中に知っている顔があったの。そのゾンビは1ヶ月前に私が助けた女の人だった。彼女を見つけた時、すごくショックで。院長、覚えてる？天球史の崩壊獣災害は、私の中の彼女が再び目覚める兆しなんじゃないかって、私聞いたよね。ええ。その時あなたとは関係がないと私は言った。あなたの状況を私はずっと見てきたから。うん。もし私の中の律者人格が崩壊獣を呼び寄せたのなら、私の周りに現れるはずだって教えてくれたんだよね。その言葉で今回の糸口をつかんだの。崩壊獣とゾンビは崩壊エネルギーの高い場所に集まるから。見て、天球史周辺の災害発生地を地図に表すと、
あるものを中心にしていることがわかるの。上条製薬の工業エリア。簡単で効率的な考え方、キアナらしくない。流浪生活唯一のメリットは怠惰でいられないところだね。こういう生活は初めてじゃないし。あなたの推測が正しければ、あの巨大な工業エリアには今回の災害の秘密が隠されている。しかし残念ながら、まだ決定的な証拠は手に入れていない。だから天明がこの件を調べるよう天明を巻き込もうって委員長が提案してくれたんだよね。私たちよりも天明はこの件に注目しているはずだからね。一応ここ一帯の援助計画には天明も参加している。あの男は誰かが自分の名を語って騒動を起こすことを許さない。私は天命を信用できない。リタがどう出るかも想像できない。私たちが差し出した情報をもとに捜査を始めてくれるのか、それとも無視して私を捕まえようとするのか。でもリタの選択がどうであれ、私はこの件を最後まで追うよ。これは試練なの。彼女に対するものであって私に対するものでもあるから。よし、キアナ、そろそろ状況を確認しよう。予想通りヴァルキリーたちが行動を開始している。じゃあ次は私たちの番だね。近づけさせないんだから。
準備できたよ。どういうこと？あのバルキリーたち、反撃をする力も残っていないみたいだ。まるで一般人が崩壊獣を相手にしているような。何かがおかしい。キアナ、気をつけて。この人たち怪我がひどいよ。放っておいたら彼女たちは。キアナ、私たちに残された時間は多くない。分かってるけど。ここは私のホームグラウンドだよ。みんなとの時間は。なんてしないよ。本当に。よかった。ここで何があったの？あんたの怪我はまだそんなにひどくないみたいだけど、他のバルキリーたちは一方的に殺されてるよね。原因は何？奴らは卑劣だ。催涙ガスを使って。体の力が抜けていって。以上喋らないで。体力を無駄に消耗しちゃダメ。仲間を呼んでここから撤退して。リ
タさんがまだ下にいる。危ない。あんた、まずは自分の命を考えなさいよ。お願い、イタさんを助けて。わかった。準備できたよ。先ほどのヴァルキリーの言葉、リタさんがまだ下にいるというのは、おそらくここのことだろう。どうやら近いみたいだね。下から崩壊エネルギー反応を感じるよ。リタはまだ下で戦ってるのかな。キアナ、時間がない。リタさんを助けるか、ここの秘密を暴くか決めるんだ。みんなとの時間はずっと覚えてるよ。前に進もう。わかった。前に進もう。この力で誰かを傷つけさせはしない。実験、これがゾンビたちに成功がある原因。彼らはこの都市の人々に実験を施し、崩壊に抵抗できる人間を選別するつもりなんだろう。よりも狂ってる。書類に全文明期限のことがはっきりと書かれている。上条製薬が抱えている秘密は、私が考えていたよりもずっと深いようだ。全知全能な蛇。蛇、あの男がまだ生きている。ありえない。ぼーっとしてる場合じゃないのに。前に進もう。艦長、次の目標は決まった？力で誰かを傷つけさせはしない。ここは私の。
時間はずっと覚えてるよ。メイドさんの答えはもう出たみたいだね。はあ、これは一時的な選択にすぎません。まだ突破する力は残ってるよね、メイドさん。準備できたよ。やはりそうだったか。リタがこちらを疑い始めた時から誰かが裏で糸を引いているとは思ってた。いつしゃの小娘で本来なら無関係でいられたというのに。やれ、奴らを消せ。ノック&ノック。準備できたよ。全員戦闘に入る。奴らを取り逃がすな。前に進もう。分かった。私のホームグラウンド。審判の時は来た。今夜何を食べるか。出口はあの向こう側に。
エオスモ緊急着陸支援、応答せよエオスモ。しなければいけないことができてしまいました。メイドの本職はお掃除ですからね。エオス号自動操縦機能起動、行動コード掃除、目標は現在座標位置。私の芸に騙されてはあるまいな。ここから10時間、天命の軍隊があんたをバラバラにするまでの間に挽回をするチャンスはまだ残されている。失敗をすればどうなるか分かっているの。私の欲しかったものが残されている限り、実験は予定通り開始する。勝利は蛇にある。するタイプだね。あれ、まさか自分がしたことのせいで死傷者が出たからって思い詰めてないよね。あんたがまたバカなこと考えないように一応教えておくよ。あんたが連れてきた人たちできるだけ助けといたから。安心してください、キアナさん。意味もなく犠牲になるつもりはありませんから。敵の数と配置を見る限り、この都市から脱出しなければいつ殺されてもおかしくない状況でした。時間を稼ぐため共倒れしたと見せたかったのです。騙せると思うの？この騒動を隠蔽しようとすれば
それなりに頭を絞る必要があります。たとえ騙せなくても相手の意識をそらすことは可能です。ヨルムンガンドが私たちの行方をつかむ前に。